どうもこんにちは、松井塾の松井です。ということで本日はやっていきましょうということで、世界史大学受験の古代ギリシャということになります。はい、アリストファネスさんの、作品で女の平和という代表作品があります。よろしいでしょうか。アリストファネスの女の平和ということになるわけなんですけれども、このアリストファネスの女の平和というのはどういうふうな作品内容かということを、説明していきたいんですけれども、あ、すいません、コミュニティガイドラインに違反してしまいますので、これ以上はちょっとお伝えすることができないんでございますね。ストライキなんですね。ストライキをすることによってですね、男性たちはいや、それはちょっと厳しいよと、それはもう戦争できないよというふうな状態になってしまうので、そのアリストファネスの、女の平和ということですね。暴欲には勝てないということですね。戦争を置いてしまう暴欲には勝てないというね、いうことになるわけなんですけども、すいません、コミュニティガイドラインに違反してしまいますので、今回はこれまでということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。